んこんにちは。東京モーターショーホンダブース、お楽しみいただいているでしょうか。ただいまご覧になった映像はですね、今年5月28日、アメリカのインディアナポリスで行われましたインディ500で佐藤拓磨選手が優勝した映像でございます。日本モータースポーツ界の歴史に永遠に刻まれるレースとなりました。本日はそんなインディ500で日本人初の優勝という快挙を成し遂げた佐藤拓磨選手をお呼びしてお話を伺ってまいりたいと思います。それでは早速お呼びしましょう。レーシングドライバー佐藤拓磨選手です。ご紹介いたします。第101回インディアナポリス500マイルレース、ウィナー佐藤拓磨選手です。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。改めましてインディア500優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。さあ、今回もたっぷりと、佐藤拓磨選手のお話伺ってまいりたいと思いますので、はい、まずはおかけください。はい、さあ、まあ、インディ500という、まあ、モータースポーツ界において世界三大レースの一つと言われている歴史と伝統のある素晴らしいレース、インディ500、それの101回目を制したわけなんですけども、もう本当に優勝してから大変忙しいというか人生が変わると言われている、はい、レースでしたけども、はい、まあ、その優勝から約半年も経過いたしまして、改めて今この場でインディ500優勝というご自身の現実をどう捉えられるようになりましたか。いや、もう本当に自分の人生というか、まあ、レースキャリアそのものですよね。もう本当に全て変わってしまうくらいの、まあ、大きな、ね、影響を与えてくれた優勝だなと改めて思いますね。で、まあ、どんなレースでもやっぱり優勝っていうのは自分の中ですごい大きな思い出になるし大切なものなんですけど、やっぱりその時間とともにどうしても当然なんて言ったらいいですかね、メディアにね乗る機会もどん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 少なくなってくるし、まあ、また、それに向けて頑張ろうって気持ちになるんですが、どうしてもこう小さくなる。でもインディ500はなんだろうな、変わらないというかむしろ、上がってってる感じがするんですよね。そうですよね。そうなんですよ。それで、まあ、それこそ本当にいろんな方に、まあ、おめでとうって言葉をね、祝福の言葉をいただいたりですとか、まあ、今回のモーターショーにしてみても自分の勝ったマシンがですね、ああやってあそこにこう飾られたりとかですね、まあ、そういうことっていうのは、まあ、インディ500で飾られてなかなかできないことですし、はい、ある意味その先週かな、僕も本当に毎週いろんなとこ行ってるちょっと分かんなくなってきちゃったんだけど、インディアナポリスで、トロフィーですね、トロフィーに自分のこう顔が刻まれるという、まあ、非常にその歴史の長いトロフィーなんですけども、そういうこうお披露目会があったりとか、毎月何かしらのイベントがやってくるんです。でそれはこの12月もさらに来るし、1月もデトロイトで、そのミニボーグワーナーといってそのドライバーとチームオーナーがもらえるトロフィーの授与があったり、それはもうね、来年の5月のインディ500の決勝日までずっと続くわけですね。そうですよ、はい、でそういう意味では、まあ、非常にそのインディ500が持つ、力の大きさっていうのは一つですし、それからまあ僕自身が今後どういうレースをしていきたいかっていう意味でも、本当にいろんな環境も含めてね、いろんなことがこうスムーズにポジティブに動いて、来年もチーム僕は移籍するんですけども、まあ、それも例年よりもずっと早く決まりましたしね、まあ、それもやっぱり全てインディ500を勝ったことによる、非常に大きな影響だなと思います。ということは今お話しされた通り、やっぱレーシングドライバーとしての人生においても、まあ、今後の人生においても大きなまたポイントになったということですかね。そうですね、通常はそのチャンピオンという言い方は私立選手権を取った、ドライバーにしか、まあ、普通は与えられないんですが、インディ500は一勝しただけでチャンピオンになっちゃうわけですね、はい、で、まあ、日本ではね、なかなかそのインディ500チャンピオンですっていう紹介はなかなかこういう舞台じゃないとされないですけども、アメリカでは本当にいろんな人に言われたんだけど、一勝ずっとインディ500チャンピオンというふうに紹介されるよっていうことでね、 それぐらい大きなことなんだっていうのをこう時間が経つにつれて自分自身もこうじわじわと実感してきました。
歴史に刻まれますからね。ずっとですね、これがずっとインディ500 の、 あのメディアガイドに乗り続けますからね、パンフレットとかに。いやでも本当に、まあ、長くモータースポーツを応援してきたファンの方特にそうだと思いますが、まあ、こう本当に高松選手を目の前にしているのもなんですが、生きてる間に日本人ドライバーがインディ500で優勝できる瞬間を見れるとは思わなかったっていうぐらいの衝撃的なやっぱ出来事で、本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ、今高松選手の言葉から出ましたけども、本日はですね、まあ、東京モーターショー現在あちらのブースの方で実際にそのインディ500を走って優勝した実車のカーナンバー26が展示されておりますし、その横には実際にインディ500 の、 そのミルクを入れた瓶が展示されております。そして、トロフィーの話が出ましたが、ボルグワーナートロフィーという本当にもうこれも世界に一つしかない、伝統のトロフィーが、そして佐藤貴馬選手の顔が、のレリーフがついたトロフィーがなんと来月日本にやってくるということですね、はい、そうなんですね、このボルグワーナートロフィーというのは、まあ、1911年第1回大会の優勝者からもう今までの全部の勝った勝者の顔が刻まれてるんですね。でそれも何て言ったらいいかな、実際の、顔の、ね、原寸大で一度その彫刻家の方がね、作って、そこからまあ小さな形にして、で銀のトロフィーなんですけども、そうなん、銀なんですよね、はい、でそれがねですね、まあ、今までアメリカ国外に出たことはないというね、それがまあ初めて日本にやってくるということで、多分インディーカーにしてみても一つ大きな歴史が、塗り替えられた瞬間かなと。で12月3日の、ホンダサンクスへね、ツインリンク持ってきて、そのオリジナルの、ウィナーズカーマシンですね、これを、まあ、僕は走らせるのと、それからボルグワーナートロフィーも、モテキにやってくるということで、ぜひその日本の、ね、ファンの皆さんにも本場の、インディーカーの、 その迫力を知ってもらいたいという、そういう計らいです。インディー500ウィナーカーが走るんですよね。そうですね、まあ、特にツインリンクモテキのオーバルはですね、2011年の、震災で被災してしまった影響で、まあ、そこからオーバルずっと使えなくなってますから、まあ、2010年以降初めてですね、あそこでインディーカーが走るということで、まあ、僕自身も非常にワクワクしてます。そしてボルグワーナートロフィー、まあ、実際にこのね、モテキの方に行かれる方もいらっしゃると思いますが、佐藤貴馬選手の顔のレリーフはどこら辺についてるんですか。まあですね、オリジナルのトロフィーはもう顔がいっぱいになってまして、その一段下に、ぐるっとこう一周回る形で、顔がついてる、歴代のドライバー台座みたいなところですか。そうですね、はい、でその台座っていうのは回転するので、ある意味、僕と一緒にトロフィーがやって、日本にやってくるときは真正面に、はい、つくことになります。じゃあもう分かりやすいところにあるということで。そうですね、はい、でもそれを見つけるのも楽しいかもしれないですね。そうですね、はい、インディーファンだったらあーっていう顔が刻まれてると思いますね。そちらも楽しみに待っていてください。さあそしてですね、インディ500優勝して佐藤貴馬氏大変お忙しいスケジュールをこなしたんですが、その中で内閣総理大臣顕彰を受賞されて、安倍総理大臣が直接、授与されるという、はい、出来事がありましたが、はい、そうですね、はい、まあ本当に光栄なことですよね、まあ自分としてもね、もちろんインディ500っていうのはもう小さい時からずっとこうね、夢として追いかけて、F1を追いかけて、そしてまあインディ500っていうのを達成することができて、まあ、本当に嬉しかった瞬間なんですけども、やっぱりそれがその日本人で初めてっていうことでね、まあ国から表彰されるっていうのもそんなの人生でなかなか味わえることではないですから、はい、まあ、モータースポーツ界にとってもね、すごくいい風が吹いたと思いますし、まあ自動車社会にとってもですね、やっぱり日本はすごく自動車大国だし、世界に誇れるものたくさんあるし、その中でまあ選手とそしてモータースポーツがね、今後も活躍できるようにということでね、安倍総理の方から、はい、検証いただきまして、はいはい、このやっぱり勢いというか流れというかね、それはこう無駄にせずにね、今後さらに加速させるようにしたいなって思った瞬間でしたね、はい、まあ、国家社会に貢献し顕著な功績のあったもの、全国民の模範と認められるものに与えられるということで、そんなすごいもんじゃない。まあでも時 NSX で召喚戦に行かれたんですよね。そうなんですよ、橋川社長から、はい、NSX をプレゼントしてもらいまして、ただ時はね、僕の車まだ準備できてなかったので、候補者になるんですけども、官邸に、通常、まあ、表彰
あるいは受賞されて、ね、行かれる方っていうのは当然あの運転手付きの車で行かれる方なんですよね、はい。でまあ、事務所とのやり取りで、運転手ドライバー の氏名と、連絡先を教えてくださいみたいな、で今本人ですということで、はい、何回もやり取りして何回も驚かれてで自分ででもやっぱり運転していきたかったですね、はい。まあ、それがまあ自分の職業ですし、それから、まあ、まあ車は別正直でどれでもよかったんですけど、やっぱりせっかくなら NSX で行きたいなって話になって、うん、でまあ、官邸にそもそもスポーツカーが入るっていうのは前代未聞だと、はい、それを自分で運転してきたっていうところで、あ、それこそ総理もですね、もう本当にその話題がなんていうんだろう、嬉しく思ったみたいで、はい、まあ、受賞おめでとうの前に今日は自分で運転してきたんでしょっていう言われまして本当にあの、まあ、和やかになりましたね。で、あのプレゼントしたのブリック、はい、レンガ、はい、あれ、そうです、はい、あれはあの結局その100年も前の、ね、レースなわけですね、今から。で100年っていうとその自動車歴史そのままだ始まって間もない時期に、あのアメリカのインディアナポリスではもうすでにインディ500マイルレース、つまり800キロのレースを行っていたんです。で当時はまだ舗装技術もないので舗装路がないんですよね。ですから通常は土なんですけども、それではレースしづらいということでレンガを一面に敷き詰めた、はい。でそのレンガの、一部というか、まあ、オリジナルのレンガなのでもう黒ずんでるんですけども、それがそのインディ500を勝ったドライバーには、まあ、いくつかねそれをこうもらえる権利というのがあるので、はい、通常もう売ってないんですよ、ですけども、あのそれをいくつかもらいまして、そのうちの一つを、安倍総理に、はい、お渡ししました。マニアには推薦ものの一品でございますはい、まあそういったね、本当にインディ500ウィナーは人生が変わると言われてますが、変わりましたね。まあそうですね、あの自分としてはその夢の一つはね、達成できたし叶ったわけですけど、それっていうのも結局まあ諦めずにね、ずっとこう挑戦を続けて、信じ続けて、それがこう夢に本当に叶うんだっていうのをね、自分でも改めて、まあいい勉強になったというか学んだことですし、まあ自分の中にはまださらに大きな夢がたくさんあるので、はい、それはまああの今後ね、レースの世界では特にですけども、まあ、来年のインディシリーズ、インディカシリーズ、それからまあインディ500の連覇をね、目標にまあ頑張っていきたいなと思ってます。はい、今回はですね、まあ、今日は東京モーターショー2017最終日ということで、このトークショーもラストの回と、なりましたので、まあ、この際ですから、せっかくですから、まあ、レーシングドライバー佐藤拓磨選手というよりかは人間佐藤拓磨にちょっと迫っていきたいかなと思っておりまして、ちょっとね 2,3 質問させてもらいたいんですけども、まあ、ノーアタックノーチャンスというね心情のもとに、本当にフィジカルもメンタルも強い佐藤拓磨選手なんですが、人間佐藤拓磨選手が自己分析するにおいて、俺実はこんなとこ弱かったり弱点だなっていうのはあるんですか？いっぱいありますよ。いっぱいありますか？ですね、弱いって言ったら、朝起きるの弱いですかね。そうなんですか？はい、なかなか寝ないんですよ。夜更かしタイプ？はい、もうなんかもうさあ寝るよって言って電気消すとかもうもったいなくて、もう夜になるとウキウキにしちゃっていろいろこう、まあ、雑誌を読んだり携帯見たりっていうので、はい、結構夜更かしタイプで、まあ、その影響で朝が弱いっていうのはあるんですけど、はい、逆にあの、まあね、レースで集中しなきゃいけない時っていうのは意識的に寝ることもできたりするんですけど、あ、そうなんですか、はい、ただ通常は、まあ、朝が弱かったりで、その影響もあるんですけど、でも全部つながってるんですよね、はい、例えばじゃ あの10時集合だって言った時に、まあ、通常はやっぱりその遅れたらいけないからって10時15分前とか5分前とかにこう動くんですけど、まあ、僕も理想はそうしたいと体では分かっているんですが、頭で分かっているんですが、なかなか体が動かなくて、もう10時ぴったりに攻めていっちゃうんです。でそれやっぱり時間なんですかね、やっぱり1万分の1秒の世界で生きていると、あの時間を持て余しているってすごい気持ち悪いんですよね。そういうもんですか、はい、だから例えば新幹線乗り口で改札口で待ち合わせしてても、はい、あんまりにも僕は来ないので、もう先に行っちゃうわけですよ、みんなね、ホームの方に。そう、はい、それでいやもう多分間に合わないよって言うんだけども、ギリギリになって入ってくるみたいな。それは狙ってやってるんですか、それともそういうふうにもう体が、そうなっちゃうんですよ。あ、でそこで、きっちりと時間通り行けたことが、まあ、ある意味に達成感みたいな、だから、はい、そのレーシングカーでいうタイムがね、はい、出せたみたいなことになって、結局
そこに行くためにはじゃあ何分ぐらいに出ればいいかなっていう風な時間になると、ええ、結構余裕が出てくるので、そうなるとちょっと夜更かししてもまだ大丈夫かなっていうところで夜まで戻っちゃうんですよね。あんま弱点じゃないですね。いや弱点ですよ。あの周りはすごい迷惑かかってる、まあ、ハラハラはします。